ドラゴンクエスト5実況プレイパート23やっていきましょう。さあ、レベルがだいぶね、上がりました。前回ね、ミルドラース倒しまして、世界に一旦ね、平和を取り戻したんですけども、まあ、夢落ち的な感じでね、戻ってまいりましたよと。はい。で、今回は、ついに裏ダンジョンに挑戦していきたいと思うんですけれども。はい。こちら。バトラーが仲間になってます。他のメンバーも一通りね、レベルを上げてまして、バトラーがだいたいレベル15になるぐらいまで育てました。装備内容が吹雪の剣、炎の夜、風神の盾、グレートヘルムということで、まあ、バトラーも一通り耐性は豊富に持ってるんですけれども、無効にできるのが異形系のみで、ギラ、炎系は強耐性で、メラとかヒャドとかバギとかが、弱耐性ということで、ちょっと氷にね、弱い部分があるので、炎の鎧を装備させて、氷耐性を重視したような装備内容になっております。まあ、なんとかなるでしょう。やっていきます。さて、ではね、早速ですけれども、入り口はこのエビルマウンテンから。ここだ。では進んでまいりましょう。アイテム回収とかは、ちょっと必要最低限だけ回収しようかな。結構長い道のりになるかもしれないのでね。やっていこう。バトラーは確かにね、強い、まあ、仲間になるモンスターの中では最強の、性能を持っているモンスターではあるんですけれど、結構成長が大器晩成というかですね。まあ、パッと見すげえ高えじゃんって思うんですけど、まあ、ステータス的には、実は同じ経験値で並べると魔界のモンスターの中では実はそれほど、特別高く上がっていくわけではないようなモンスターになっていて、まあ、MP とかの伸びはいいし、HP も高いんですけれど、力とかその他の能力に関しては、まあ、ちょっと他のね、グレートドラゴンとかキラーマシーンにちょっと見劣りするかなといったような、性能になっています。これ攻撃力順に並べてもですね、まあ、シーザーは一応氷の刃を装備しているので攻撃力低いのはまあわかると思うんですけれど、まあ、ロビンよりも攻撃力が低くて、まあ、なんならアナビルよりも低いというような感じで、まあ、レベルカンストする頃までには一通りね、ステータスもカンストするように上がっていってくれると思うんですけれど、まあ、今後の成長に期待だな。まあ、最大レベルが99なのでね、結構緩やかに上がっていくんじゃないかなと思うんですけど。まあ、じっくり育っていこう。必要最低限の強さはね、得られたと思うので。さて、そしたらあんまり MP とか使いたくないので、じゃあ、バトラー、ロビン、シーザー、バーピューフォーズじゃねえよ。この編成だったら MP もさほど使わずに進むことができる。賢者の石をバトラーに持たせとこうかな。よし、これで進もう。全員氷属性のね、攻撃手段を持ってるんで、まあ、シーザーは氷耐性があるから関係ないけど、有効な敵には 1.5 倍の火力を見せてくれるはず。あと、バトラーとシーザーが両方ブレス系の特技を覚えてるから、MP 使わなくてもね、全体処理もしやすいよねっていうような感じですね。ライオネックも結構、耐性がね、豊富でしんどいんだ。シーザーの焼けつく息が刺さりましたね。エフェクトねえから、ね、わかりにくい。よっ。加減しやがったな。本当体制面含め、本作の3強はこの3体だろうなって思っちゃうね。お、当ててくれたけども。あ、倒した。よしよし。もう最大レベル99の魔物はね、途中どっかしらのタイミングからこう成長がね、なんか忖度しだすからさ。全然レベル99にかけてじゃなくて、全然レベル30とかでね、カンストしていただいても全然いいんですけど。光の盾、アナベル専用。もうなんかもうここまで来るとさ、完全にこのパーティーの中で、アナベルが一番お荷物なんだよな。正直。安定感はあるけどね、当然、その装備も優秀だし、ステータスもね、特別低いところもないから、ただまあ、なんだろうね、なんて言えばいいのかな、言ってしまえば器用貧乏なのよ。大体誰かしらに負けてる印象がある。トラマナ。地獄のサーベルあるけどな、正直使う人誰もいないんだよな。今、つこたやんけ。よう出るな。いや、意味ねえだろ。使ってくれたけど。バトランはね、確かにこう、最後まで育てれば、この、素早さとか賢さ以外ほぼほぼね、必要なステータスカンストしてくれるから、間違いなく最強のモンスターではあるんだけど、まあ、育てる前提だからね、即戦力って言われかって聞かれると、どうかなっていうふうに、ちょっと思っちゃうかもしれない。全員あれだな。ダメージ床から離れると、トラマナ切れるんだ。よ。これだけの編成用意して負けたら恥ずかしいな。まあちょっとの油断で全然あり得るからな。いや、戦いのドラム強い。こりゃあね、こんなぶっ壊れアイテム、しばらく雲隠れするわ。ましてね、スーパミ版のバイキルとか強いからね、5のバイキルとか。大体、これ以降の作品だと、その、よだめが 1.8 倍とかなんかそういう感じでね、たまに2倍じゃないやつとかちゃんとあるしね、攻撃力が、ちゃんとね、計算上上がってるのって、スーファミの5と、9以降のナンバリングかな。でも9以降はね、1.5 倍とか、だよね、確か。あれ、9はどうなのかな ?9 はまだ倍仕様ないから、1段階、2段階とかじゃないもんね。要はその強化順文の重ね掛けみたいのができなくなっちゃったナンバリングあたりからだな。2段階で打ちのべみたいな。ああね、何でもかんでも無敵な状況を作ってもね、それが必ずしもいいとも限りませんからね。まずいな。順調すぎて、なんかもうこのまま普通に S タクたどり着けてしまうぞ。皆殺しの剣。誰も使わんわ。こうみたいにルカナの効果とかあってくれたらね、使い道あったんですけどね。いい感じに使って、うわー、危ねえ。よし。いや、ヘルバトラーなんかはね、無耐性じゃなくて弱耐性だから 1.4 倍とかになるのかな、余計ダメージ。吹雪のする気の。エリーマンだ。わーい、めんどくせーい。現状エースは間違いなくね、ロビンなので、ロビンコピられると結構危ない。よしよし。メカバーンには戦いのドラム刺さるぞ。倒すべき相手とその順番を決定的に間違ってるぞ。アイテム回収適当なところあると思うんですけど、意図的に回収してないのもあるんで、多めに見てください。別にいらんかな、みたいなやつはマジで回収してないんで。これもな、正直使うかどうかはっきり言って微妙なんですよね。メタルキング鎧ですね。ドラクエ5のメタルキング鎧はですね、守備力は間違いなく最強なんですけれど、ダメージ軽減、呪文耐性だったり、ブレス耐性だったりっていうのが一つもなくてですね、これはスーファミ版だろうがリメイク版だろうが関係なく、ずーっとドラクエ5のメタルキング鎧はずっと耐性がないっていうのが変わってなくてですね。なので、これを完璧に着こなせる魔物いなくねっていうので、ぶっちゃけ、言えるとすれば、強いて言えば、はぐれメタルぐらいなんですよね。そんな完璧な耐性持ってる魔物いないんでね。だからなんかね、メタルキング鎧は、自分目線だとね、ドラクエ5の方が弱いんですよ。家庭も、一応ね、状態上耐性とかついてるとは言っても、あれも結局ね、エルフのお守りでいいじゃんってなっちゃうから、そんなにやっぱ、重要性が低いというか、こんな感じですかね。トラマの春の空めんどくさかったですね。普通に突破する。ならこの先にもういるんですけど。愛の鉄球でもなあ、ドラゴンの杖と同じ攻撃力なんだよね。全体攻撃できるのはいいけど、このタイミングで手に入れられてもなーっていうのがね、裏ボスのエスタークには何回でも挑戦できるし、道中をね、バトラーとかシーザーにブレス吐きまくってもらって、あとはナベル、主人公でね、破壊の鉄球振り回して強引に突破してってっていうのはできるかもしれないけど。はい。というわけで到着しました。じゃあやってみようか。このまま行くべ。135、154、0。よし、行くべい。もうちゃんと目つむってた。はい。急に流暢に喋る。はい、では参りましょう。おごう。よっ。殴れ殴れー。いいペースじゃないか。あ、消された。はい。はいはい。あ、消された。ふいほい。オッケー。はい。まあ、この編成でやったらそりゃそうだよね。はい、13ターン。まあ、普通だね。全然普通だ。全然普通のプレイタイムでした。はい。というわけで、なんか特別感動も何もないんですけれど、エスターク撃破成功やったーということでですね。まあ、やりたかったことはできちゃったかなっていう感じですかね。はい。まあ、なんか唐突に始めたこのドラクエ5実況ですけれども、一応これをもちまして目的達成になってしまったので、一応今回もちましてドラクエ5スーパーファミコン版の実況の方は唐突に最終回と、させていただきたいと思います。まあ、あともうほんとこっから先はね、ただエスターク何ターンで倒せるんだいっていうのを詰めていくような感じになっちゃうと思うから、まあ、そういうのはドーピングするなりね、あとまあ編成見直すなりするので、どうにでもなるような感じなのかなっていうところもあるんで、まあそういった追求はね、そういった追求をしてる方の方にお任せして、まあね、自分がこう楽しく遊べてるうちに、撤退したいなというふうに思います。はい。まあちょっとこの後、どういった感じで動画更新していこうかなというところなんですけれど、まあそうですね。まあ、8月にまず、その、聖剣伝説が、まあ、発売になってますし、まあ、9月にも10月にも11月にもどんどん新作が出てくる兼ね合いもあって、今このタイミングでね、ちょっと新しい実況を始めてしまうと、ちょっとそういったところにね、いろいろと、不具合というか、調整が必要なね、部分が出てきてしまうかなと思うので、まあ多分次週からこの時間は、おそらくTales of Tempestの方をガンガン進めていくかなっていうような、予定にしていきたいと思ってます。はい。まあとりあえずなんとか、ね、今週まず1本終わったんで、いい感じに調整をして、また9月というか、まあ調整聞くからまだねいいんだけど、その9月10月ぐらいまでにはもう1本終わらせて、11月にはもう1本終わらせてっていうような予定で、やっていけたらなというのが個人的に理想となっております。はい、まあ、そんな感じでね、またいずれちょっと改めてね、ドラクエ5の DS 版基準の方で、ボス攻略の動画も上げていきたいなというふうに思ってますので、そちらでまたね、ご覧いただけたらなというふうに思います。はい。じゃあそんな感じで、ドラゴンクエスト5全23パート、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれな。お疲れ様でした。